ええー、こんにちは。速解塾の久保です。最近ね、その、顔を出さないユーチューバーさんで、タカさんって方がね、あの、私の方にメッセージを下すって、で、非常に面白いやり取りさせてもらってるんですね。まあ、そのうちこのタカさん、私のチャンネルでも紹介することがあると思いますので、ちょっと楽しみにしていただきたいと思います。このタカさん、実は YouTuber でありながら、実はじゃないですけどね、多分ね、40代世代なんですよね。アラフォーというやつですか。で、 私の視聴者さんもアラフォーからアルフィフの方40代50代の方がたくさんいらっしゃると思いますえそして同時にですねなんとかインターネットから売り上げを上げてみたいなって考えてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですよで一つはインターネットで売り上げを上げようと思ったら当然ですけども集客をしなくてはいけませんよねで集客をするときにポイントになるのはすでにアクセスが集まっているところに自分がお邪魔するってことになります 今日から何かを始めようと思った時には、だから誰かに紹介してもらうのがものすごくいいんですよ。例えばね、集客力があんまりない方に紹介してもらうにしても、それでも自分一人でやるよりはいいわけなんですよ。ですんで、そういう機会があればどん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 使っていただきたいと思いますし、まあそういう時にね、もし申し訳ないなと思うんだったら、申し訳ないと思うんだったらそれなりのことをすればいいだけなんですよ。いや、人のことは使い倒して自分はいいんだよ。 っていうふうな、まあ、いわゆるがっつき精神でね、やっていただいても、それはそれで受け入れてくださる方いると思いますんで、大いに甘えていってしまってはいいんじゃないですかね。で、結局ね、自分で勝手に考えて遠慮したり、躊躇したりしても何も生まれないんですよ。人生の残り時間がなくなるだけなんですよ。つまり、昔から言いますけども、ぶつかってみましょうってことなんですよ。なんでもそうですよ。ぶつかってみて、反応を見て、例えば、 誰かのチャンネルに出ることをお願いして「いやいやただでは出せないよ」って言ったら「いくらですか?」と聞けばいいじゃないですかえそして例えばね即果塾にもし入ってもないのにこんなことしてもらっていいんだろうかと思うんだったら即果塾入ればいい話でしょ回答は簡単なんですよいつも簡単ですもしそこまでの価値を感じずに自分にいい思いだけがしたいと思うんだったらそれをやっぱり遠慮せずに伝えてみたらいいんじゃないですかね で本当に恩があるなとありがたいなと一生懸命やってもらったなという気持ちが芽生えたならお中元を送るなり、まあ、言葉だけではないですけどもねお金だけでもないと思うんですよ常にお礼をお金で払うというところでもないと思いますんでねじゃあ自分の成功でもって返しますとか例えば今回タカさんという方が連絡を取ってくださいましたけどもその他の方でもいいんですよ同じです例えば ものすごく人気のチャンネルを作りたい。YouTube を始めました。例えば私に対して、久保さん、なんとか紹介しませんか紹介しました。そしてその人が、それをきっかけにバンバン頑張ってね、チャンネル登録10万人。そして再生数は、動画を上げるたびに1万2万と、再生数が上がってきたとするじゃないですか。そしたら、久保さん、僕が駆け出しの頃、本当にお世話になりました。今度は私のチャンネルに久保さんを出させてもらえませんかって感じで、今度はね、レベルアップした自分のところに、 恩がある人を出してあげるっていう関係でもいいと思うんですよ。だからなんていうんですかね、借りを作らないって言葉がありますけども、私は逆でね、恩がある人には一生返しきれない恩をいただいた。だからずっとその恩はうん借りは返したぜって言葉で終わるんじゃなくて、借りっぱなしにしておきますみたいなね、借りパクじゃないですけども、お互いに恩っていうのは借りまくったらいいんじゃないですかね。 国債発行じゃないですけども、借りまくって1000兆円みたいな。そう考えたら私は一緒に10年前ビジネスを始めた、舞姫大学の舞さんとかね、それからドリームアカデミーの吉谷さんって言いますけども、このお二人にも恩があります。でも、返さないつもりです。返せません。その代わり、何があっても自分の成果でお示しする。もしくは、この信頼ってものをね、 ナミさんに対しても、吉谷さんにしても、ずっと保ち続けること、ナミさんの生徒さんも、吉谷さんの生徒さんも、自分の生徒だと思って接するぐらいの気持ちでね、やっていきたいなと思いますね。まあ、言ってみれば、姉妹校みたいな感じですかね。<laughs> なんかそんな、なんかね、お前はあそこの生徒だから関係ないよみたいな、ね、ケチケチしなくていいじゃないですか。チャンスを広げるのが、先に歩くものの役割だと思います。えー、というとう今回はねタカさんへの 変身動画に変えさせていただきながら、あー自分なりにこうやって、えー、動画を作ってみました。まあ、タカさんを紹介することもあると思いますんでね、あのー、またその時はご覧いただければと思います。えそして世の中には、これ最後になりますけどもね、今回の動画。世の中にはね、ギブテイクとかね、ウィン・ウィンの関係ってありますよね。私この言葉あんまり使いたくないんですよ。というのが、ギブテイクってのは、 あなたが何かをしてくれるんだったら私もあなたに何かをしてあげるよっていうふうなまともな取引の言葉なんですよ私はここを超えたい何もしてくれない人にも何かをしてあげたいっていうところまでいきたいなと思ってるんですよそしてウィンウィンの関係も似たようなもんです自分にそれをやって何の得があるのって聞く人いますよねいや何の得がなくても素直に協力したいと思えば協力するやりたいと思ったらやるそれでいいじゃないですかねえ 人生っっててのはは、ね、何かを持って墓には入れませんどんなに蓄えても全てをこの世の中に残していくんですよ。だから生きてるうちにこの世の中に残しまくってもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあそんな感覚でね生きております。今のところはそういうことができますんで余裕のあるうちはこういうふうに言わせていただきますね。えー、それでは本日は以上です。いってらっしゃい。